かげで冷凍庫が綺麗になりました。おかげで冷凍庫が綺麗になりました。お世話になりました。上田さんのおかげで冷凍庫綺麗になりました。大越さん。張り替えてないけど。おはようございます。今日も片島一番になりました。ではそろそろ始めていきます。今日はですね、講師に大津さんをお招きしております。ペペペどうですか、今日はどんな感じですか。そうですね、はい、昨日焼肉来たんですよ。はい、ちょっとお腹が余裕状態。そっちじゃなくて、あの磯の状況です。釣れんですかね。まだ釣れんですか。いや、坊主じゃないか。いや、僕この人はちょっと困りますよ。なんで？取れ高なくなるんで。ペペ覚えねえ話で一本動画撮ろうよ。それではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これなんだろうね。違うの。あ、黒だけど。いや、ちっちゃい。なんか流れの分なんかね、大きく感じるけど。また左だろ。待ってー、ちっちゃいね。あ、違う、やっぱなんか変なのだった。変なのか。言ったら教育悪いのになった。いかんね、差別はいかんね。今度はでかそう。小さい。結構流れが強いですね、この前と違って。今日はおお、なんか大きそうね。お、いい感じですよ。でかいでかい。お、でかいじゃん。25センチぐらい。やりました。さすがっすね。結構大きかったね。結構大きかった。500メーターぐらいらしいです。はい。
止めたくなかった。いやー、多分流れが高級路線なんで、ね、だろう。わ、これはきつい、きつい。大学生、今日1位を減るもん。なんだろうか、20センチだ、20センチだ。お前、笑いすぎばいか、橋本君。川島君、笑いすぎばい。川島君、笑いすぎばい。あら。おら。なんか大きくなったかもしれん。いや、違うよ。うん。あ、1.5。なんか引き違ったかね。牛深の磯は任せろでおなじみの大津さんです。任せられんよ。任せられん。任せられんよ。おー、よかった、浮いてきた。でかい。お、でかいね。見して。どんぐらい？40ない。あ、取れてなかったけど来ました。わからん。取り寄るけ。たもー。お持ち帰りですかね、これは。結構おる。巻き入れてる。岩がバーッと。あ、本当。お、そうそう、背中入っていってからもうガッていく。お、来た。おお。おお。よかった、超取り寄った。俺が今ハサミで来たドガンス。ハサミで来たドガンス。笑う。笑うだけ。大人の対応ね。
低い。お、できよできよ。うん。いや、わざとじゃないって。優勝だろ。ちょっと見せてください。はいはい。お、でかいね。何センチぐらい？45ぐらいある？ちょっと待ってね。うん、45ぐらいあったもん。さすが、任せとけ。さすが。あれ落としたってんの？あ、ほんとだね。 1.5 に落とした。おめでとうございます。お、結構でかいね。結構でかいね。すいません。はい、マジでマジここまで出てくる。復活しました。よかった、ふたしましたよ。よかったね。あ、よかった。ペペ。もうペペはペペ、もうペペはいいけん。撮影がかりだな今日。まあダメだ、なんか上げきらん、取りきらん。めっちゃ暑かけよってからね。うわ、違う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 。黒いけど違う、黒いけど違う。はい、いや、お持ち帰りはせんです。こんにちは、上田です。こんにちは、上田です。ああ、黒だった今のは。見えた。ああ、見えた。うん、ちょっと早い方だったね今の。うん、終わった。いや、そこまで太くない。どうね、今度はまたキラキラしよる。
うわ、マジキラキラしょんね。キラキラ。あ、回った。ゲットです。起きた。お、黒じゃん。さっき石積み連発しとったの。石積み連発しとったの、さっき。あれは作ってや。よかよか。これは。モバとか。どやんかね。お、ワーマールド。マジで、あ、そう。来ました。今度は何でしょうか。黒っぽいですか。おお、マジで黒だ。これ黒の釣り来とっけんね。ちょっと質問よか。さっき何か釣っとったろ。なんでやって。なんかさっき何か釣っとったろ。そうです。なんかさっき釣ったの、なんか。いや、あの確率的に俺が運転するのが本当に高い。お、口が笑いよっけ。これ黒釣っとってんねん。さすがです。いや、世代とか世代いらんけど。さすがです。やばい、来ましたけど、やばい。黒しか釣らない大津くん。さあ。えらい。えらい、なんかこれ色違うくにゃ。川島くんの友達帰ってきて。坊主と一緒これ。坊主と一緒ってこれ。中途半端ですけど坊主かどうか関心ない。坊主の方が潔いけど。出ないでください。カタン乾いたもん。まあ、乾うなんて。